全く色が違いますよね。噛めば噛むほど味が出る。全然別物。はい、おはようございます。ムタロウです。本日は、冷凍マグロの解凍方法のご案内をしたいと思います。普通に溶かすよりも、こうやって溶かした方が美味しくできるよ、みたいなね、動画にしたいと思いますので、ぜひ動画の方最後までご覧ください。こちらのマグロは、太平洋産の冷凍のバチマグロになります。皆さんもスーパーで目にすることはよくあるかと思います。その消費量は、日本で一番されている、とってもね、身近なマグロだと思います。冷凍マグロを作るときに、マイナス1度からマイナス5度ぐらい、マグロの中の細胞をですね、一番破壊してしまう温度帯なんですね。なのでその時間をできるだけ短くするように冷凍するようになっています。今回解凍するときもできるだけ、ね、時間の短くして解凍したいです。なので今日は何もそれを意識しないで常温解凍したものとマイナス1度からマイナス5度ができるだけ短くなるように細胞破壊しないで解凍した方法っていうのを比べていきたいと思います。それではね、今から溶かしていきます。何もしないで処理するもの、ラップをして常温で解凍していきたいと思います。次に美味しいマグロの解凍方法です。冷凍のマグロの表面にはノコギリで切ったこうカスとかね、汚れが結構ついてるんです。なので水でね、一旦きれいに周りのこのカスを洗ってまいります。お湯を1リットル用意しました。マイナス1からマイナス5度の時間帯を早く通過するために40度のお湯に1分ほどつけます。塩は 4%、 マグロの体内の塩分濃度 4% らしいんですね。それと同じに合わせるために 4% の温塩水を作ります。マグロはですね、死後硬直がする前に急速冷凍で固めたりするんですね。そうすると解凍した時に身がぐわっと縮んでいくんです。どの状態で冷凍されたかっていうので解凍する時の後の縮み方が変わってきます。1分ほど40度の温塩水につけたいと思います。周りがほんのり溶けてますけど、塩分がついてますんで水洗いをしてキッチンペーパーで水気をよく切っていきます。しっかりね、水気を取ったマグロをきれいなキッチンペーパーに巻いてラップをして冷蔵庫で寝かせます。4時間経ちました。開けてみましょう。しっかり処理したマグロと常温で溶かしたマグロ、全く色が違いますよね。常温で置いといたマグロはやっぱドリップが出ちゃってます。これだけね、見た目が違うっていうことなんです。でちょっと周りが縮んでるのが分かりますね。こっちはですね、初めの時よりもちょっと膨張したぐらいに見えますよね。身の硬さが全然違いますから。ということで切って食べてみたいと思います。まずはしっかりね、解凍したマグロです。中まで綺麗に色がね、真っ赤です。で、こちらの段出ない。こっちの方がね、切った感じもみずみずしさがなんかなかったですね。切りにくかったです。こっちの方がまだ切っても水気が出るぐらいジューシーな感じがしたんで、しっかりとね、マグロに水分が残ってるのかなという感じがします。早速いただいてみたいと思います。まずはね、そのまま常温で溶かしたマグロです。真っ黒ですね。マグロ自体悪くはないですけど、みずみずしさがちょっと欠ける感じがしますね。下の触り方がザラザラしてて滑らかじゃない感じがします。こちらのしっかりとした解凍したマグロ、綺麗ですよね、色が。いただきます。全然別物。赤身の味は全然濃さがレベルが違いますね。噛めば噛むほど味が出る。包丁のね、角の立ち方さえ違いましたよ。こんな手間もかかんないと思います。しっかりとした温度でしっかりとした塩水をしっかり洗ってね、つけてしっかり水気を切って冷蔵庫に入れるだけですから、朝やっとけば夕方に食べれるとかね、そういう感じで解凍できますんで、しっかりとした解凍をして食べるようにしてください。動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。動画がね、良かったなと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ムタロウでした。ナイス。